セフォペラゾンは、第三世代セファロスポリン系の抗菌薬である。他のセファロスポリン系抗生物質に耐性を持つ、緑脳菌細菌感染症に有効である、数少ない抗菌薬の一つでもある。なお、セフォペラゾンは、ベータラクタマーゼ素外剤であるスルバクタムとの合剤も製造されている。セフォペラゾンは、細菌の細胞壁合成を抑制することで、 殺菌作用を示す。ベータ・ラクタマーゼ素外剤により、セフォペラゾンの下水分解を抑制し、抗菌活性を維持することができる。抗菌作用グラム陽性菌、グラム陰性菌及び嫌気性菌に対し幅広い抗菌スペクトルを有し、その作用は殺菌的である。特に大腸菌、シトロバクター属、クレブシエラ属、プロテウス属、モルガネラモルガニー。 プロビデンシアレッドゲリ、インフルエンザ菌等のグラム陰性肝菌に対しては、セファゾリン、セフメタゾールよりも強い抗菌作用を示し、従来のセフエム系薬剤がほとんど感受性を示さない、エンテロバクター属、セラチア属、緑膿菌に対しても優れた抗菌作用を示す。また、嫌気性菌であるバクテロイデス属、プレボテラ属にも優れた抗菌作用を示す。大腸菌。 緑脳菌等の各種グラム陰性肝菌の産生するセファロスポリナーゼによる過水分解に対してセファロリジン、セファロジン及びセファゾリンより安定である。作用機序セフオペラゾンは幅広いスペクトラムを持つ。呼吸器、泌尿器、皮膚、女性生殖器感染症で用いられる。医学的に重要な微生物の感受性データは以下の通り、 セフォペラゾンは N メチルチオテトラゾールを即座として持つ。抗生物質が体内で分解され、体内で NMTT が増えると低プロトロンビン血症が引き起こされることがある。ビタミン系エポキシ還原酵素との抑制による。ジスルフィラムで見られるようなアルデヒド脱水素酵素を抑制することで飲酒によりエタノールに過剰に酔ったような反応を示すことがある。セフォペラゾンを 蛍光投与した場合、消化管からの吸収が悪く、バイオアベイラビリティが低いことが知られている。例えば、ラットに50を蛍光投与しても、バイオアベイラビリティは約10%に過ぎない。蛍光投与したセフォッペラゾーンは、その多くが吸収されることなく、消化管を流れて、糞便中に出てゆく。しかし、体内に吸収されたセフォッペラゾーンは、 速やかに全身へと運ばれる。ただし、セフォペラゾーンの中枢移行性は、非常に悪く、蛍光投与、筋肉内注射、静脈注射、皮下注射のいずれの経路で投与しても、中枢神経系から、セフォペラゾーンはほとんど検出されない。なお、セフォペラゾーンのタンパク結合率は、人や猿やウサギでは86%から89%程度であるのに対し、 犬や、ラットやマウスでは50%を下回るなど、動物種によって、タンパク質との親和性に大きな差が見られることが知られている。体内に吸収されたセフォペラゾンは、人、猿、ウサギ、犬、ラット、マウスのいずれの動物種においても、ほとんど代謝を受けない。したがって、多くは、未変化体、すなわち、セフォペラゾンのままで体外へと排泄される。ただし、 腸内細菌によって、セフォペラゾーンが、過水分解されることはある。なお、記述の通り、蛍光投与されたセフォペラゾーンの多くは、吸収されることなく糞便中へと排泄される。この他に、吸収されたセフォペラゾーンが、肝臓から胆汁中へと排泄されて、それが、糞便中へと出てくることもある。さらに、吸収されたセフォペラゾーンは、腎臓から尿中へと排泄されることもある。 この吸収されたセフォペラゾーンの単獣中,中への排泄と尿中への排泄の比率には動物種によって差が見られ、比較的体が大きな動物である猿、犬、ウサギでは尿中へと排泄される割合が多く、比較的体が小さな動物であるラットでは単獣中,中へと排泄される割合が多い。セフォペラゾーンは医薬品として人に使用されることがあるほか、 牛などに使用される場合もある。例えば、牛に用いられた場合、ヨーロッパ諸国では、その牛が出した牛乳には、数日間の出荷制限が設けられているものの、日本などでは、制限がかけられていない。ありがとうございます。